ということで5人揃いました。みんないいウェイトですね。はい、果たしてこのプロ部門の5人は全員ブッシュだったんでしょうか。今までがブッシュだったんで、なんか違うのがあったんでしょうか。ということでみんな聞きたいところだと思うんですけれども、沖のブレーククランキンとかそういうの出てきてほしいですね。どんなもんなんだか、聞いてみたいと思います。ということで、第5位伊藤匠さん。はい、はい、今日はこのウェイトを出したのはどんな釣りだったんでしょうか。はい、メインはブッシュです。ブッシュでした。はい、エリアとしては木下ろしから長豊橋までのブッシュですね。主に重要なのは本流に入ってくる水路の水が関わったようなブッシュですね。他の水の要素が入ったブッシュにタイミングで上がってくる魚を、メインがノーシンカーのバックスライド、コンポジットスカートに16分の1オンスのシンカーをつけまして、ネコリグで、コイルを巻いて、はい、でそれのバックスライドですね。え？でノーシンカー。コイルを巻いてネコリグじゃないでしょ、だから、あ、そうですね、すいません、コイルを巻いてシンカーを針に巻いて、よりバックスライドしやすくする、はい、をメインに取ってまして、それであともう一つがトップウォーターです。おい、はい、トップウォーター、はい、ベジテーションシリーズのウォッシャージュピターというルアーなんですけども、ウッドの、はい、そうです、はい、来てますね、ノリーズ製品ですよ、こちらの商品です。まあ、メインが何よりもタイミングでその水路と絡んだブッシュに上がってくる魚を、はい、落としてボチャッと落として、その後連続スイッチでバンバンバンと強い波動で寄せて、それでブッシュの手前についてるような魚を浮き上がらせて食らうという、というのはもう田辺さんに教えていただいた昨日でしょ。そうです。もうレクチャーワンマンで教えていただいた。そうなんですよ。はい、実は昨日ちょっと午前中だけプラって一緒に乗ったんですけど、はい、このジュピタが先週僕霞でゴーフォーのロケだったんですけど、まあオンエアもうすぐですけど。これだけで4本釣ったんですよ、ドピーカンのこんな感じのデイゲームで。で5キロぐらいですよ、4本で。だから出ればでかいっていうか、それじゃないと釣れない、はい、っていう状態で、すごいぞこれやみたいな。で最近何気に流行ってんだよね、このジュピターが。西村も使ってるし、試合で使うような感じですよこれは。正直言っちゃうと本当にボショボショっと引いてね、はい、ドカンという多分相当今までにないトップウォーターですね。横の面を使ってガボガボ音をさせるっていうのかな。で動かないんで一箇所からね。そうですね。で下から上がる、だから横から来る魚じゃないんですよ。下から上げてくる魚なんでね、間違いなく下から上がってるよね。そうですね、本当にワームは見切ってしまうような、普通のルアーでは食ってこない魚を大きいトップウォーターで食わすという部分で、で、はい、ノーストップですよ、はい、ポーズは一切取らずに、着水で出る魚とかポーズで出る魚は普通のトップウォーターで釣れる魚なんですけど、ずっと動かす、要するにバズベイトみたいな動かしてて出す魚なんでね、またちょっと違うシリーズの魚が上がってくるということ で、ね、もう明らかにポテンシャル、魚のクオリティが違いまして、1本目が1430で2本目をかけたんですけれども、それはこれよりその1400よりも大きくて、でも残念ながらラインブレイクということで。切られますか普通。申し訳ございません。ライン細いですか。16です。16で切られましたか。はい、申し訳ございません。要するになくした。なくしました。なくしましたよ。はい、ちなみにこれ明石ブランドとコラボレーションで作ったウッドプラグなんで、7000円なんですよ1個。7000円なくしました。7000円ですね、はい、もったいないね。もったいないですね、はい、これ今彼が手にしてるのは僕のなんで、僕は相当使ってますけど、はい、なくしてませんから。
はい、あの目は取れてなくなってるけど、はい、他は壊れてないという、はい、そんな感じで。そうですね、もうこれも歯型とかもうバリバリついてて相当つられている、つってますけど、はい、まあそんな感じで。そんな感じって君の話で俺が話してる、はい、すいません、はい、はい、ね、本当にもう要所要所でこのルアーを出してまたフォローで脳進化を打っていくというような感じで今日はやってきました。はい、ということで、はい、見事第5位の、2913g 藤田久美くんでした。ありがとうございました。はい、トップオーターが混じってきましたね。さあさあさあ、これからどうなるのか。さて、3キロ超え、しかも、はい、1561g というスーパーナイスサイズを入れてきた、はい、はい、沖原さんですね。はい、はい、じゃあ今日はどんな感じで釣ってたのか教えてください。僕もメインに釣ったのはトップウォーターなんですが、朝だけでしたね。朝もう風が吹いてきたんで、もうトップウォーターはダメだな。朝はじゃあトップで釣ったんですか。釣りました、もう1本だけ。1本、はい、それは下流のもうシャローフラット、シャローフラットで岩盤質のなんか張り出しの上ですね。はいはいはい、の護岸があって水門があって、そこでボイルしてるんですよ。ああ、ベイトがいて、はい、はいはい、そこに朝行ってトップローターで2投目ぐらいもうドカンと出て、ドカンと出て、でもうそれっきり。ああ、それはいいサイズだったんですか。それが900ぐらい、900ぐらい、はい、悪くないよと、はい、ああ、この後もやろうと思ったんですけどちょっと風が出てきて、はい、ちょっとポッパーだったんでちょっときついなと思いまして、はいはい、で風も強くなる予報だったんで、ブラーで良かった、ブレイクに引っかかってるようなブラッシュ枝。おっと、ブレイクに引っかかった枝、はい、ってことはちょっと大きい愛。そうですね。ほうほうほう、これ減衰すると見えるか見えないかぐらいの多分、はいはいはい、ブラッシュを、まあ、魚探掛けとか練習で見つけといて、あ、ピンをね、はい、そこにテキサス、テキサスを、ルアーがクリーチャーの 10g のテキサス、はい、10g、はい、お、これをもう引っ掛けてゆっくり落としていくんですよ。ああ、じゃあラインを張りながら、はい、テンションかけながら竿を下げていって、はいはい、落としていくとこうグッと入るような。お、浮いてるんですけどちょっと脳進化、朝のうち脳進化できたんですけどちょっと風出てから無理だなと思ったんで、うん、ってことはブレイクってことは 2,3 メーターにあるブッシュみたいな、そうですね、はい、感じで、はい、じゃあ岸べったりを打つんじゃなくてそのちょっとちょ大きめのブッシュのとこだけを、はい、ブレイクラインに落っこってるような。ああ、じゃあそれをもうどん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 もう乱眼です、乱眼していくと、はい、おいうことで今日はじゃあそれで何本ぐらい打ったんですか。それで3本あそれで2本、あ、何本ぐらいも どれも3本ですもんね今日ね、はいはい、であとノンキーが2匹、あのうちが2匹、はい、はい、じゃあこのビッグフィッシュはこれはもう風が完全に出てから下流はちょっときついなと思ったんで上流に走りまして、ここから上流に、はいはい、栄橋越えて今回のインターセクションの手前ぐらいの千葉県側、あ、結構走りました、はい、にちょっと見えないブラシが落ちてるところがあって、やっぱりブラシ、はい、これも一発でしたね。あ、引っ掛けてゆっくり下げてったら竿がクランと持ってかれて、全て見えそうで見えないブッシュ、はい、ですよね、はい、をしっかりチェックしといて、そうですね、タイミングで回ってったと、はい、もう走り回るしかなかったんですけど、走り回る、あ、じゃあ相当数ブッシュを持ってるわけね。そういうの、そうですね、下もあの東関道まで行きましたし、あ、そこから上は栄橋の上まで行き、じゃあもう GPS は真っ黒みたいな、あ、そうですね、そんな感じで、はい、ここだ、あそこだと、そうですね、あ、これは練習で見つけるしかないんで、そういう感じの釣りですね、はい、で、しっかり見てったからね、あの持ち駒がないとほら5回ぐらい入り直したでしょ。でも持ち駒がある人はですね余裕でこう1回しか打たないですから、はいはい、そうですねバッチリなゲームが、はい、あ、まあ、はい、3本しか釣れなかったんですけどね、まあまあでも3キロ超えですし、はい、よかったと思います、はい、ということで、第4位の、沖原さんでした。ありがとうございました。